キャッツテールの看板バーテンダーディオナ。あたしのギャラはすっごく高いんだから。あ、あなたお酒を飲みに来たわけじゃないの？おい、どうしてもって言うならその誘い受けてあげてもいいかな。気持ちいい。体もほぐれてきた。トカゲの尻尾、胡椒、セーラー。頭が炸裂しそうなまずいお酒を作るにはまだ何かが足りない。別にあなたを待ってたわけじゃない。ちょうど休憩中だったの。雨は嫌い。部屋に入ろう。え、服が濡れたら面倒でしょ。水が怖いとかじゃないにゃ。震えてにゃい？ない？この冷たい感触、いや、すごい面白い。真っ白な雪が風で舞ってる。綺麗。隣、私の隣はまだ空いてるよ。ほら、日光浴に行こう。あれ、行かないの？じゃあ私一人で行くから。最後の確認、本当に行かないの？おはよう。棚にある土壌の塩漬けを持ってきて。よーし、今からモンドの酒造業を破壊するにゃ。何も聞こえてにゃいよね。このお魚の缶詰は私が我慢して取っといたものなんだから。もうこっち見ないで。一口だけならあげる。失敗、またやらかしちゃった。みんな楽しそうに飲んでた。気休めならやめて。そんなのいらないから。あなた猫の暗視能力を持ってないでしょ。夜道は大丈夫なの？なんなら家まで送ってあげてもいいけど。え、街灯がある？送るだなんて誰も言ってにゃいよ。ほら早く帰った帰った。耳と尻尾はアクセサリーなんかじゃなくてカツレン一族の血統の象徴よ。あなた田舎者なの？その手、何をするつもり？仕方ないわね。耳なら少しくらい触らせてやっても。でも、尻尾は絶対ダメだからにゃ！ノンアルコールドリンクが飲みたい？作るのは難しくないけど、意味が全くないでしょ。だって成功であれ失敗であれモンドの酒造業を破壊する目標とは関係ないもん。私は作らないよ。はい、これは偉大なる夏日幻想憂鬱三国気泡茶だよ。暇つぶしに作ったの。人気商品？行列ができる一品？何言ってるの？知らにゃい。もしあなたが寂しくなったら、あたしが相手してあげてもいいよ。あたしいろんなこと知ってるよ。いい、なんだっけ、いい話し相手になれるんだから。だから、もっとあたしと喋ってよ。何？あなた何持ってるの？ちょっと見せて。もしかしてこれを入れたらすごーくまずいお酒が作れるかも。う、なんだちょっと変わったキノコか。つまんないの。あたしの神の目の由来？これはカッツェレン一族の遺伝だよ。ドゥラフさんは神の目を持ってないって？バレたにゃ。なんで教えなきゃいけないのよ。まあいいわ。
そんなにしつこく聞くなら友達だし教えてあげる。あの日狩りに出たパパは危うく大変な目に遭うとこだった。大雨の中、私はパパを救い出すこと以外何も考えてなかった。はい、終わり。もういいでしょ。ドラゴンスパインには珍しい品種の花が咲いてるかな。致命的な苦味を持つ花とか、少量だけでも唇がしびれる花とかいっぱい取って、それで私、蝶々を捕まえる腕は一流だにゃ。違うわよ。お酒に入れてまずくするために捕まえるの。飼い猫なんかと一緒にしないでほしいにゃ。あいつ、ディルクは私が一番嫌いなやつ。ディルクさえいなくなればモンドの酒造業もなくなるのに。モンドの酒造業がなければパパもお酒を飲まなくなる。そしたらもっと私と一緒にいてくれ。なんでもにゃい。私のことを守ってくれるあのガイアまで私の嫌いな酒が好きなの。そう、あのいつもニコニコ喋る人だよ。一旦飲み始めたら止まらないんだから。たく、ウエンティ、よく知らない。でも吟遊詩人といえば酔っ払いと歌ったり場を盛り上げたりする人たちだよね。じゃあ嫌い嫌い嫌い大嫌い。バーバラさんのファンはみんな優しくていい人だよ。羨ましいな。なんで私のファンはおっさんだらけなの。うーやだ。もういい。騎士団の代理団長。お酒を飲まないちゃんとした大人だね。そういった人は滅多にいないけど、でもなんか真面目すぎる。ていうか騎士団のみんなは私に過保護すぎない。首席錬金術師様。どうやっても美味しいお酒を作っちゃうこの私の体質を彼なら解明できないかな。リサ姉さんはすっごくいい人。すごく優しいよね。なのにお姉さんもお酒を飲むんだよ。なんでよ。モンドはもう救いようがないにゃ。シャンリンに口当たりが最悪な食べ物の組み合わせを教えてもらったことがあるの。作ったら絶対にまずいよって彼女は太鼓判をしてたけど、全然ダメだった。おかわりって単語を私は猫耳にタコができるくらい聞いたにゃ。もうクレイちゃんが遊びに来るときはいつも店から離れたところに連れて行くの。お酒と爆弾、本当に危ないにゃ。モンドの酒造業を破壊するにしても私は正々堂々とやるんだから。パパは私が一番尊敬してる人。パパは一番すごい。でもお酒を飲んだパパは、やっぱり早くモンドの酒造業を終わらせないと。もうおしゃべりの時間は終わりにゃ。バーテンダーは忙しい身だから、たとえ勤務時間じゃなくてもレシピの研究をするの。だから用事がないなら邪魔しないで。あなたまであの嫌な酔っ払いたちみたいに私に猫の真似をしてほしいとか思ってないよね。やだ、絶対嫌だからね。私は耳をピクピクさせたり伸びをしたりするペットじゃないの。私は、そう、私は酒造業キラーにゃ。なんで私が酒造業キラーからキャッツテールの看板バーテンダーになったかって。あなたわざと聞いてるでしょ。私をバカにしてるの。あなた嫌い。もうドリンク作ってやんない。水もあげない。もう私を怒らせないでよね。いくら私が寛容だからって何をやってもいいわけじゃないんだから。警告しとく。私は怒ったら噛むから。にゃっにゃー。
らには組まないかもしれないけど。私とあなたもう親友でしょ？ね？私少しだけ覚えてる。昔もこんな友達がいた。でもあれは夢だったのかもって。ちょっと手を貸して。あむあったかい。ベロベロ。これでよし。夢になってなくならないように。私は狩りが好き。獲物を追い詰めれるのが私の強みなの。でも外は危ないから頼もしい大人が一緒にいないと森には入っちゃダメだってパパに言われた。あなた頼もしい大人だよね。おい、どうすればまずいお酒を作れるのかな。期待してたあの悪夢のような配合、醤油牛乳絶運の唐辛子とタンポポの種の特製ドリンクでも、ディオナちゃんまた腕が上がったなって褒められた。でも負けない。お魚が好き。主食としてのお魚、パパがさばいたお魚。でもおつまみとしてのお魚は嫌い。あれはお魚への冒涜にゃ。人参、じゃがいも、玉ねぎ、トマト、ああいうのは味があんまり好きじゃない。だってあたし野菜が嫌いなんだもん。フライドフィッシュとあたしの特製ソースだよ。どうぞ。おい、変なものなんか入れてないや。あたしが本気を出せば美味しくできるんだから。一口食べたら感想をちょうだい。あ、最初に言うべきだったにゃ。その、お誕生日おめでとう。猫の目は暗闇の中でも全ての獲物を捉える。猫の耳はどんなに小さな足音でも聞くことができる。猫の獅子はテイワットでも最も高い木にも登れる。猫の鼻は親しくて好きな人の匂いがわかる。聞き間違いよ。あたしがそんなこと言うわけないにゃ。